FM 富士沖の皆さん、こんばんは。ホノルルラジオ、ケーズ沖の皆さん、アロハ、小柳ゆきです。新曲、皆さんのお手元に届いたでしょうか。それでは行きましょう。小柳ゆき、 I'm Fun Area。 改めまして、こんばんは、小柳ゆきです。東京代々木の FM 富士スタジオビビットから、今夜も生放送でユーストリームと連動してお送りしてまいります。さて、水曜日に発売されました新曲ジェットコースター、ね、おかげさまで毎日プロモーションでね、ラジオにね出させていただいたりしてるんですけれども、本当にねいい感じにね、いろいろなところでお話しさせてもらっています。発売日の夜、ラジオゲストが終わった後ね、私もタワーレコード新宿店に行ってね、今日ねあれがありますからね、あの写真撮影会がね、あのスタジオの中でね、あの皆さんとあの撮りましょうなんていうね企画がね、特別企画ですよ。この後ね、放送が終わった後にやるんですけれども、このためにですね、あのタワーレコード新宿店で CD を買ったね、くださった方限定にですね、このスタジオのねラジオブースの中で皆さん一人ずつとツーショットを写真を撮ろうっていうのをやるんですけれども、そのね、レコード店にですね、昨日あの前回のラジ違うか発売日の夜かね、ラジオゲストが終わった後にね、ちょっと行こうかっていうことになったんですよね。はい、行ってみようかと思ったんですよ、タワーレコード新宿店に。あのまああのゲスト出演が終わった後にあのちょっと飲んじゃって、発売日でしたからねあれね、ちょっと飲んじゃいまして、でちょっとあの行くってスタッフの2人が言ったんで、あじゃあ私も行くみたいな、で行ってねご挨拶してこようかななんていう話してたんだけど、行こうと思ったんだけれども、あのうちのチーフマネージャーに止められて、頑固な親父でね、ダメだよ女言ったら、ね、酔っ払った顔して言ったらダメでしょみたいな話になりまして、行けなかったということなんですけれどもね。窓の外の向こうの皆さん、参加してくれる感じですか。今日は行けますか。持ってきてくれてますもんね、今日もね CD ね。もうね、あの愛知県名古屋から来てくださった方もいるんですよね。本当に ありがとうございます。ということなんですけれども、楽しみですねこの後の企画も。はい、さらにいよいよ今度の日曜日は小柳ゆき I'm Fun Area in 富士急ハイランドね、これもお昼1時からです。後ほど詳しくお知らせしたいと思います。そして今日はこの後、事務所の大先輩俳優の加藤雅也さんがゲストに来てくださいます。お楽しみに。ということで、FM 富士と FM 富士とホノルルラジオ系図日米2つのエリアでお送りしていくラジオ番組、小柳ゆき I'm Fun Area。 オープニングナンバーは水曜日にリリースになりました富士急ハイランド2013春のイメージソングになってます。小柳ゆきでジェットコースター。 FM 富士 and Honolulu Radio K Zoo presents Yuki Koyanagi I'm Fun AreaFM 富士とホノルルラジオ系図2つのエリアで放送しています小柳ゆき I'm Fun Area。 スタジオにはゲストをお迎えいたしました。自己紹介お願いできますか。はい、明日4月27日で50歳になります、加藤雅也です。そうなんです、そうなんですか、はい、ようこそいらっしゃいました。はい、もう半世紀生きてます。なんだか全然そういうなんかね、なんかスッとされてらっしゃいますよね。そうですか。あのラジオはあまり出演されないという情報を得たんですが。いや、そんなことないんですけど。前回出たのっていつぶりぐらいですか。まあ、覚えてないですね。いや、なんかのキャンペーンで出た、10年ぐらい前に出たような気もしますけど。そんな前以来もう出てないんですか。ね、あまりね、なんか僕あまり喋らないというイメージがあって、まあちょっと、まあ、新人の頃ってあんまりこう喋れなかったんですけど、それでラジオ番組に出ても、こうマイクの前でこう挨拶すると、まあ、聞こえないじゃないですか。何を言って、どういう人がどこにいるかわからない。見えてないですからね。そう、テレビとか舞台挨拶だとそれでも、あのビジュアル的に普通に見えてるんで、うん、あ何をしたかだけど、そういうのがあったから、ダメだっていうことになったんじゃないですか。これはダメだと。そうそうそう。でも 今はまあ大丈夫ですよ。とりあえずもう大人ですから50歳。なるほど。あの私の事務所の大先輩の、はいね、大っていうか先輩ですね、加藤雅也さんなんですけれども、はい、加藤さんとは大晦日に年越しそばをね一緒に食しました、ね、まあなんかそんな言い方するとなんかこう2人でなんか食べたような、なんかこう
ね、危険な感じがするんですけど大丈夫誰も思ってないです、はい、横に社長もいましたし社長とマネージャーがウエンツもいるウエンツ君もいましたよ ね, ね、うん、はい。なんかすごくこう私社長の前だとものすごい緊張しちゃってガッチガッチであの社長の前で緊張しない人いないでしょ。あ、え、加藤さんもですか。しますよ。もう地蔵みたいになってたじゃないですか。これ黙って結構しゃばってらっしゃいましたよねそうなんですね。緊張しますよそれは。なるほどなるほど。大変な状態ですよ。私はですねその前に、今回でお会いするの3回目なんですけれども。え、3回3回じゃなかったでしたっけ。そば、はい、でその前に、舞台でサムライセブンを、はい、そうですね、見させていただきまして。その前は、まあ、その前、いや今日で3回目かなと。いや事務所で1回あ、会ってなかったでしたっけ。私は事務所あんまり行ってないんですよ。あ、もありまして。そうですね、忘年会とかうちないですもんね。そうですよね。そうなんですけれども加藤さん明日より公開の映画、はい、モンスターにご出演ということで、はい、こちらどんな映画になってますか。はい、ですね、今、ホットな百田直樹さんっていう、この間も本屋大賞で海賊と呼ばれた男がこう選ばれた、うん、この、作家さんが書かれたその一つの本にモンスターっていうのがありましてね、うんうん、すごいこうちょっと容姿が悪く生まれた女の子がいまして、うん、でその、両親からも愛情を受けられず、うん、その女の子が、ある日その大人になってね、うん、整形ということを知って、うん、その8万円ぐらいでね、うん、二重まぶたにできるのかっていうことを知ったところから、うん、どん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 整形にはまっていって、うん、どん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 綺麗に、なっていくんですよ、うん、なっていくんですけども、ものすごい極端な整形のためにやっぱり体に対するダメージ、うん、そのが大きくて、そのために抗生物質を飲んだりいろんなものを飲んでたためにその弊害として、脳梗塞みたいなことを2回ぐらい起こして、でこのままじゃもう次起こったらもうダメだよって言われた時に、うん、彼女がずっと思い詰めた思っていたその人で男性がいると、うん、その人に自分の今の姿を見せたらどう反応するんだろうっていう気持ちになって、うん、その自分の生まれ育った町に戻ってきて、うん、そこでレストランを開くんです。でそこにはその地元の名士たちがこう来て、昔自分をいじめた人たちが来るんですね、うんうん、でその人たちにこうちょっと復讐をしながら、自分から僕に寄ってくるんじゃなく待つんですよ、僕がやったキャラクターを、うんうん、ある日僕が本当にその客としてやってきて、うん、恋に落ちて、その恋焦がれ、その彼女が恋焦がれた男性の役が加藤正さんですね。そうなんです。でだん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 こう2人は関係になっていくんですけど、うん、それが実は当時みんなからモンスターと呼ばれたその女性が今目の前にこうすごい美女としているっていうところで、うん、こう複雑な感じになるんですよ。うん、で彼女は一度僕に、うん、そのメチルアルコールっていう、ね、飲んじゃ体に悪いものを、うん、そのコーラに入れて飲ましてしまうんですよ、うん、で僕は失明しそうになるんですね、うん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 、その時の恐怖と、うん、そのもう相まって、うん、こうとなった時に彼女にある異変が起こって、さてどうなるかっていうのが最後エンディングはちょっと言えないんですけど。そうですよ ねそれ言っちゃうともう見なくていいっていうことになるんで、うん、すごい面白そうなお話なんですけど、私は化け物それでも愛してくれるっていうこのね、そうですね、があるんですけれども、加藤正さん自体はどうですか、もしもそんな女性に巡り合って。いや綺麗になってるでしょ、でも、はい、もう好きになってしまって、うん、あの時って言われてもどうなんだろうと思いますよ。容姿がどうであれ、うん、いやてか今この映画で言うと、うんうん、もう今ものすごく綺麗になってるわけですよ。そうですよね。で過去にこういう顔だったっていう、うん、その人と接してるんであれですけど、うん、そうなってしまったら、うん、結構どうなの。そうですよね。でももう付き合ってからはもうこうその人の全てをこう愛し始めるわけじゃないですか。そうそこで本当は違ったっていう顔が崩れていたりとか、そういうことが起こってしまった時、あ、顔が崩れていくわけ、今付き合ってる人が、昔はってことなんですね。昔がすごい醜く生まれて、それを整形でどん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 綺麗になって、今美女として現れて好きになって、ところが実はそういう容姿だったってなった時に、うん、過去がってことですね、でもこの映画の場合はすごい極端に
ディフォルメされたぐらいもううわっていうモンスターと呼ばれるぐらいの表情だから、うんうんうん、これはまたちょっと簡単には答えられないけれど、うんうん、それはちょっとぐらいだったら全然、うんうん、そういうとこじゃないと思うよ。その、うん、その恋愛していくのはあれかもしれないけど、うん、結婚して一緒に行くっていうのは、うん、そのそういうところよりももっと大事 な, なんか価値観とかもっと大事なことになってくるから、うん、そうですよね、うん、大事なところですよね。そんなね、よしとかはねもう過去だしね、まあ、でありますよね。そうですね、うん、はい、だと共演の高岡早紀さんなんですけれども、はい、どんな方なんですか。ね、ちょっとふわっとした感じのなんかね、うんうん、なんかふわ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 としたなんかつかみどころがないようななんかふわーとしたなんか感じの女の子ですよ。ああいいですね、魅力的ですよね。やっぱりそうですね、そういう意味ではなんか捉えどころがないっていうか、捉えどころがないような、うん、あるようなふわーっとしてる。いいですね。今回非常になんかその、うん、一人のねその、うん、女性がこういう、はい、整形をして綺麗になっていくんだけど、うんうん、心まで綺麗になるんですよ。要は明るくなるんですよ。なるほど、その今までこうやって閉じてた、うん、内側にこう入ってた女性が、うん、こう整形することによって自信を持って、うん、こう明るくなっていくんですね。心までこう明るくなる。だから決してその整形だけは悪いとは思わないし、やっぱそれで自分が明るくなるんだね、ポジティブ、うんうん、そういう心が明るくなっていくのをすごく上手に彼女は表現してましたね。歩く姿がこうふわっと、うん、変わっていくんですね。そんなところも見どころですね。それではですね、加藤雅也さんも出演されている明日公開の映画、モンスターのエンディング曲をお聴きください。高岡早紀さんで君待てども。ゆきこやなぎアンファンエリアオン FM フジアンファンエリアオン KZOOFM 富士とホノルルラジオ K-ZOO 2つのエリアで放送しています小柳ゆき I'm fine エリア。今日は明日公開の映画モンスターに出演されている加藤雅也さんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。お願いいたします。加藤さんは、はい、この番組ハワイのラジオ局でも流れているということなんですけれども、ねえびっくりですよ。加藤さん映画が英語がお得意ですよね。ロスにもだって住んでらっしゃいましたよね。はいはいはい、住んでました。まあ、なんとかベラベラですか。いやベラベラじゃないですけど、まあ、なんとか。どれぐらい住んでらっしゃってるんですか。そう最初5年ぐらいはもう本当に行った感じで、そこから以降行ったり来たりしながら、そう11、12年ぐらいそんなこと続けたんじゃないですか。もうほとんどじゃあ向こうで住んでたみたいな感じですよね。そうですね、1994年から2000結婚してもうグリーンカード話したんですけど、うん、ああそうなんですね、うん、じゃああのあれですか、向こうでもうお部屋も借りて住んでらっしゃった。そう、部屋がなかったらどこに住むんですか。いやなんかホテルとかね、 あるじゃない。それはないわね。ないんですね、うん、いや借りた方が絶対安いし。そりゃそうですよね。あじゃあもうどっぷりアメリカの方にいらっしゃったということなんですけど、ハワイは思い出とかありますか。ハワイね、はい、今でこそなんかこうアメリカのドラマが有名じゃないですか、うんうん、今24とか来て大人気ですよね。でやっぱりその当時もやっぱりまだ作ってて、うんうん、そのドラマがこうに一応7回ぐらいから出てくるっていうような、うん、あれで決まってたんですよ。でパイロット版って言って2時間も作って、それがまあ認められて、うん、それで1話2話3話4話と取ったぐらいのところで、うん、視聴率が悪すぎてもう制作中止になった。打ち切り良くなりますもんね。アメリカすごいですよ、うん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 、もうそれで幻のなんとあるんですよ。それを撮ってたのがハワイだったんですよ。超思い出の場所じゃないですか。思い出になる前に終わりましたけどね。あそっか。だから最初の回を撮ってた人たちは、うん、本当に引っ越しちゃうんですよ。もうこれがずっと続くだろうっていうことで。あらま、うん、大変ですね。で打ち切りになったと同時にまた本国へ戻ってましたね。うわ、それの思い出がありますね。厳しいですね。結構厳しいですね。そういうものね。とりあえず最後までやらなければとかいう気持ちはないみたいですね、はあ、パツッと切れますもんね。パツッとで撮ってたものも上映せず、もう悪いんだからやっても意味がない。はあ、
なるほどね、厳しいところでいろいろとやってらっしゃったということなんですけれども、リスナーの方からメールが届いています、はい、文京区の園田るいさんからです、加藤雅也さんはゆきちゃんぐらいの年齢の時何して過ごしていましたか、ゆきちゃんの引きこもりを直してあげてくださいということなんですけれども、ね、余計なお世話って、ね、ゆきちゃんの年齢っていうのは私31です。31、ちぐだ今から19年ぐらい前、いやいや引きこもりどころか思いっきり僕外へ出まくってますよ。その頃ちょうどアメリカに行った頃ですから、日本から出てってますから。なるほど。じゃあ、 向こうにロスですよね、ロスに住んでらっしゃって引きこもったってことはないですか？それは絶対にない。だってもう日本からバリバリ出てますやん。いやほらなんて言うんですか、もうちょっと喋れないから俺辛いみたいな。いやいや、それはない。もう攻めの行って、もうとにかく出ていくだけ。喋れなかった時どうやってこうなんか外にどういう場所に行ってたんですか？バーとかパブみたいなんですかね。いやそんなとこ行かない、行ってもまず通用しないんですけど、とにかく友達を作って。あ、どうやって作ってたんですか？だから学校行くじゃないですか、向こう。あ、学校の友達とかを作って、でまあいろんなところでそのパーティーとかやっとるんですよ、その映画関係者の。そういうのとりあえず嫌でも行く。そんな映画関係者のところにすぐパーティー行けるもんですか？だからその映画学校、映画から俳優学校いるとみんなそういうつながりがあるから呼んでくれたりとか。なるほどなるほど。それでとりあえず行けるものは行ってみる、で人ととにかく接してみる。だ、引きこもりなんかになってたらまず英語なんか喋れないし。そうですよね、本当に誰も知らない状態になるので、まあ、とりあえず出ていく。素晴らしい秘訣ですね。引きこもりなんですね。ものすごく。そうなんや。それでは次のメールは、さいたま市の宮園美香さんからです、はい、加藤さんはホームページに特技居合合気道と書いてらっしゃいますが、ゆきちゃんも埼玉では相当剣道で鳴らしてましたよね、武道の魅力教えてください。武道の魅力ですか？はい。いや、やっぱりね、スポーツも武道も近いじゃないですか、見かけはね、勝ち負けをっていう感じ でもその武道って何々道っていうのには、やっぱりそこの人の生きる道みたいなのがあって、生きる道、そう、勝つ負けじゃなくて、やっぱりそういうものがあって、そういう精神論とかそういうのすごくこう学ぶところもあるし、やはり日本人である以上、その外国に出た時にやっぱりアメリカに住んでね、アメリカ人が知ってることを話したって勝ち目もないし、彼らにから見て魅力もないわけだから、やっぱり日本の文化っていうものを彼らにこう話するときって誰も僕に反論ができないわけじゃないですか。やっぱりそういう意味でもやっぱり武道っていうのはすごいし、やっぱり最近すごくその日本の生き方とかそういうことが見直されてきてるでしょ、世界的にも。そういう意味でやっぱりその武道の持つものっていう、それとやっぱり美しいですよ、その居合にしても合気道とかにしても。美しいというのは何ですか？形ですか？形もそうだし、やっぱりなんていうのかな、そういうものが強くなったり上手になるとかはやっぱ形と美とがこう一致してるわけですよ、形が綺麗じゃないとやっぱり、確かに合気道も切れないしね。剣道強い人って形綺麗でしょ。こう着こなしが違うんですよね、もうね。そうでしょ。やっぱりそういう、なぜか分かんないけどありますよね。変なのと思いながら強いやつっていないでしょ。いないですね。そういうのもやっぱり一つの魅力だと思いますね。はあ、なるほどね。次のメールは多摩市の徳田直子さんからです、モンスター絶対見に行きます、加藤さんは撮影の空き時間とか何をしてるんですか？そのモンスターの時じゃなくて普段、モンスターも含めて普段の撮影の時ですね。いや、まあその割とこう次のシーンのことを考えたりとか。あ、そうなんですか？そうですね。じゃあ結構まあぐーっと集中してそれだけでもなく、その、テレビドラマだったらこの前室ってスタジオがあって、その前にこうみんながこうちょっと待機する場所があって、それぞれに部屋があるんですけど、あんまり部屋に戻らないでその前室に座って、まあ誰か共演者いれば話したり。あれ大事なんですね。まあやっぱり知り合いになればなる方が気が楽じゃないですか。知らないとやっぱりこう遠慮がちになるじゃないですか。仲いい役とかやるのにだったら特にそうですよね。そうじゃない役だったら逆にそうじゃない方がいい場合もあるし。でもそういうのやっぱりこう区別をしたりとか。でもそうケースバイケース。やっぱりその相手をこう胸ぐら掴んだりとかしなきゃいけないような役だったら、
やっぱり知ってれば知ってるほど、うん、ごめんねって言ってやらせてねって言えるじゃないですか。でも知らない人はいきなりっていうのはやっぱり遠慮があるから本当役よりも自分の素が出ちゃう、うん、素で気持ちでダメだなと、あと遠慮が出るじゃないですか、うんうん、まあ、そういうことを考えると、うん、まあ、コミュニケーション取るのがいいかなと思って、割とこう 現場にいたり。なるほどね、うん、結構こう人とのこう関わったりするのとかってお好きなんですか。じゃあそうです、あんまりこう、ね、引きこもり、ね、本当に引きこもりなの。ものすごいですよ何か用事がないと外に出ないタイプなんで、何にもなくても、でもう全然外に出ない。何もないのに出ないってそれ出るってことはないけど、やっぱりなんか目的を持って、そら目的っていうのが何かしなきゃいけないこととか、あこれやんなきゃいけなかったら行かなきゃいけない、あでもそういう時何もやることなければ家にいますよ。家にいるっていうか、うん、それ引きこもりっていうの。そうですね、なんかなんていうか、あのじゃあちょっとご飯食べに行こうかなとかっていうのもないってことです。私にはご飯はもう食べに行ったらめんどくさいみたいな。家で食べると、はいはい、あいやでも僕何もなければ自分家にいて、はい、2、3日気がついたら出ないってことも、うん、あれなんでも家で映画見たり本読んだりしてるから別に何も出なくたっていいじゃないですか。一緒じゃないですか、引きこもりですね彼女も。でもね今はねあの子供と遊んでるからそういうわけはいかない。じゃ楽しいです。あもう外にね、うん、お子さんと一緒に散歩行ったりとか。もう嫌でも出なきゃいけないから。あいいです、ね、あでも引きこもりってそういうことを引きこもりっていうのなんか家でこう、うん、誰ともこう接触しないでじっと生きてる人のことかと思ってた。あそれですということで、あっという間にお時間となってしまいました。では最後に加藤正也さんから改めて映画の告知と、リスナーの皆さんにメッセージお願いします。はい、映画モンスター、明日4月27日より、公開されます。あの非常になんかこうか考えさせられる要素がいっぱいあって、モンスターは一体誰なのかっていうのが僕からの、皆さんに、投げかける、質問です。この映画を見て一体本当のモンスターは誰だったんでしょうか。考えてみてください、見に行ってください。よろしくお願いします。今の一言で一気に見に行きたくなりましたね。ですよね、はい、本日のゲストは明日公開の映画モンスターに出演されている事務所の大先輩、加藤正也さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではここで1曲お聴きください、リリースされましたジェットコースターのカップリングです。小柳ゆきでデスティニーFM フジAnd Honolulu Radio KZOO presents Yuki Koyanagi I'm Fun Area FM 富士とホノルルラジオ KZOO2 つのエリアでお送りしている小柳ゆき I'm Fun Area。 続いては IFA インフォメーションのコーナーです。 IFA インフォメーション。 IFA 国際フラワーアレンジメント協会理事長の上村涼子です。ここで FM 富士ホノルルラジオ KZOO をお聞きの皆さんに IFA インフォメーションのコーナーです。今夜ご紹介するのは IFA フラワーデザイナーの山本早苗さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、山本先生は今日実は群馬からお越しなんですよね。はい、そうなんです。はい、地域振興と国際交流をモットーにしている IFA の活動の中で群馬の今支部長をしている先生なんです、はい。で前から、ね、お伝えしているように私たち去年の11月に、パリにあるユネスコ本部でこちら、リーダーとして出展を、ね、はい、した作品を今日お持ちなんですけども、ね、ちょっとぜひ皆さんにお見せしてください。はい、こちらがこの作品になるんですけども、はい、先生これコンセプトとか何かこう特徴的なところって考えて制作されたんでしたっけ。そうですね、ユネスコでのイベントということで、はい、今群馬の方では富岡製糸場を世界遺産にというそうですよね、はい、アピールを今しているところで、ね、うん、ね、はい、絹織物も群馬は昔から有名なの で、ね、この着物の生地を器に貼って、はい、あと富岡製糸場がやっぱり製糸ということで、うん、繭玉を、はい、お花と一緒にアレンジしてということで、はいはい、群馬をアピールできたということ で、これとともにだるまちゃんも紹介したんですよね。はい、そうですね、はい、
で実は先日あの私たちもご一緒にあの知事のところに表敬訪問行って、まあ、こういう活動であの群馬を PR してきましたということで報告に行ったじゃないですか、はい、あの時に新聞社さんとかも来ていて、はい、先生たちクローズアップされて記事になってましたけれども その後反応ってどうでした？そうですね、あの本当に次の日新聞に大きく取り上げていただけたので、あの知り合いの方とか、ね、あのおばとか本当に皆さんに連絡をいただけて、で作品の方も1週間の県庁の、うん、そうですね、はい、1階の方に飾らせていただけたので、はい、いろんな方に見ていただけたということで、はい、はい、普段先生は、まあ、群馬中心に活動されてるんですけれども、お教室ですとか作品の販売だとか、はい、具体的にはどんな活動されてます？そうですね、教室の方が、うん、あのプリザーブドフラワーと、聖火の、はい、フレッシュの教室と、ね、と販売もあの販売会とか、はい、あのデパートとか、うん、いろいろなところであのプリザーブドフラワーとスワロフスキーのジュエリーを使った商品、ジュエリーの先生もされてるんですよね、はいはいはい、あの偶然にも私たち本部がある銀座に群馬の情報館が、ね、はい、ありまして、群馬ちゃんちっていうね、はい、あの物産って、はい、物産館があるんですよね、はい、なんかそちらでも今度作品と、ね、そうですね、販売会されるということで、はい、あの富岡製糸場をぜひ世界遺産にっていうことを、はい、念願に入れているの で、 あので、ね、群馬の物産のものとお花を一緒に、はい、販売と、はい、応援ができたらということで、はい、そうなんです、はい、私たち本部にいながら各地域の先生たちの活動してるんで、あのサポートしてるんですけれども、あの全国に1万5000人ぐらいの、ね、先生たちいた中で、まあ、今回は群馬の先生いらっしゃいましたけれども、あの各地区からの先生方をこれからも紹介していきたいと思います。以上 IFA インフォメーション、お相手は IFA 国際フラワーアレンジメント協会理事長上村涼子とフラワーデザイナーの山本さなえでした。それでは小柳由紀ちゃん、引き続きよろしくお願いします。 IFA インフォメーション、IFA インフォメーションのコーナーありがとうございました。小柳由紀 IFA インフォメーション、それではここで一曲お聴きください。由紀小柳、アンファンエリア on FM Fuji and Honolulu Radio KZOO。小柳由紀 I'm fine area in 富士急ハイランドへの道、新曲ジェットコースターが、富士急ハイランド2013春のイメージソングに決定したのを記念して、4月28日日曜日お昼1時から夕方4時までの3時間、FM 富士ゴールデンウィークスペシャル小柳ゆき I'm ファンエリア in 富士急ハイランドという、3時間の公開生放送特別番組が放送されます。いよいよ放送まであと2日となりました。先週発表した、小柳ゆきと一緒にジェットコースターに乗ろう、当選者の皆さん準備はいいですか？いいですか？ちょっと皆さん言いますよね、はい、いいですか？これね、やっぱ来れないとかないですよね？大丈夫ですか？気をつけてくださいよ。うちの女性スタッフさんなんてね、あのこの大事な時にご主人とヨーロッパ旅行でまさかの欠席ということで皆さんはそんなことないですよね？ヨーロッパ旅行入ってないですか？大丈夫ですか？今日です。今日か明日、これからですね、このねジェットコースターに乗る方の、詳細、ね、に関して待ち合わせ場所とか時間とかそういうのに関しては今日か明日、連絡がいきますのでちょっとお待ちください。さらに皆さんと一緒にジェットコースターに乗る模様はスポーツ新聞やワイドショーに乗るかもしれないということで、逃走中とか事情がある方は、覆面をかぶったり下を向いても OK です。なお一部高飛車と言っていましたが、皆さんと一緒に乗るコースターは CD ジャケットの裏に書かれている富士山となりました。運が良ければ新車両に乗れるとか、金ピカのねやつですね、新車両に乗れるかもしれません。さらにあさっての特別番組では新曲ジェットコースターを含むミニライブも予定されております。このジェットコースター初歌いです、この日が、ね、楽しみにしててください。そしてフジテレビのザ漫才や FM 富士の毎週金曜日のこの後の番組でもおなじみ、人気お笑いコンビアルコ&ピースも盛り上げに富士急ハイランドに駆けつけてくれます。なんとアルコ&ピースが漫才を披露してくれることも決定しました。
歌あり笑いありジェットコースターありの180分、あさって日曜日お昼1時は FM 富士ゴールデンウィークスペシャル富士急ハイランドから公開生放送です。当日は相当の渋滞が予想されます。ぜひお車でお越しの方は時間に余裕を持ってお越しください。私も本気で楽しみにしていますのでね、ヨーロッパ旅行に負けないぞ。以上、あと2日となりました。あと2日と迫りましたね。はい、小柳木 I'm fine area in 富士急ハイランドへの道でした。ユキ小柳 I'm fine area on FM Fuji and Honolulu Radio KZooFM 富士とホノルルラジオ系図2つのエリアでお送りしてきた小柳ゆき I'm fine area、 あっという間にエンディングです。お別れは小柳ゆきで We can go anywhere ライブバージョンを聞きながらです。今日はね、事務所の先輩加藤雅也さんがゲストに来てくれましたけど、まあちょっと緊張しましたね、やっぱ先輩ということで。でもモンスターすごい楽しそうですね、面白そう。最後にね、雅也さんが言ってた誰がモンスターなの、これ気になる言葉でしたね。見てみたいですねと思いました。来週も代々木の FM 富士スタジオビビットから生放送でお送りします。ユーストリームとの連動もありますよ。さて、この番組ではメールをお待ちしています。質問相談、曲のリクエスト、ハワイ情報、何でも OK です。メールアドレスはゆき @fmfuji.co.jp、 ゆき @fmfuji.co.jp、 小柳ゆき I'm fine area、 通称 IFA、 ぜひ覚えてください。さて、最後は小柳ゆきからのお知らせです。富士急ハイランド2013春のイメージソング、新曲ジェットコースター、今週水曜日リリースになりました。皆さん聞いてもらえたでしょうか。ぜひね、聞いてもらいたいなと思います。そしてあさって4月28日ね、日曜日には FM 富士ゴールデンウィークスペシャル小柳ゆき I'm fine area in 富士急ハイランド3時間の特別番組公開生放送があります。さらにビルボードブルーノートライブね、東京は5月8日9日、名古屋は5月22日23日、大阪は5月28日29日です。あとですね、来週の金曜日、この番組の後です。5月3日ですね、これの、このね、番組の終わってからあと、深夜の3時ですね、あのアゲハクラブアゲハで、あのイベントに出演します。普段歌わないような曲とかもね、だいぶ歌うので、あのぜひ遊びに来てもらいたいなと思います。メール紹介します。調布市のビーンズさんからです。日曜日富士急ハイランドに行く予定ですよ。天気も良さそう、楽しみにしてますね。アルコ&ピースも注目してました。 FM 富士の、ホームページで見ましたが、ゆきちゃんの写真かわいい、あれよく撮れてるんですよ。横浜の真笠よりさんからです。こんばんは、ゆきちゃん、新曲発売日おめでとう。待ちに待ったとはこのことですね。ゆきちゃんはじめ周りのスタッフの方々、新曲のジェットコースターありがとうございます。ハイランド、もちろん参加しますよということなんですけども、素敵なね、今日もね、窓越しにいらっしゃってるみたいでね、ありがとうございます。はい、次のメールはムームさんからです。ゆきさん、こんばんは。先週初めて代々木に遊びに行きました。念願のスタジオ、めっちゃテンション上がりました。ゆきさんや外にいる皆さんのおかげでとても楽しい時間になりましたよ。思い出の日です、ありがとうございます。ということで、ライブでね、盛り上がっちゃいましょう、ジェットコースターって言ってくれてます。ありがとうございます。今日も窓越しにいらっしゃいますね、ありがとうございます。はい、ラジオネームみゆきさんからです。お疲れ様です。待ちに待ったオリジナルシングル、毎日リピートしてます。テンション上がりますわ。3日公開放送ですか。3日も公開放送ですか。公開放送ですよ。公開放送なら遊びに行きます、待ってます。その前に富士急ハイランドでお待ちしてますね、ということでありがとうございます。もう盛りだくさんですね。そうですね、何がなんだか私もよく分かんなくなってきてるんですよ、本当のこと言うとね。兵庫県のけんけんけんさんからです。 CD 購入しました。ジェットコースターとシークレットはこれからのシーズンにぴったりな曲調ですね。自分的にはデスティニーがドラマの主題歌っぽくて好きです。ビルボードライブで歌ってほしいな。デスティニーね、すごいね、人気があるんですよ。嬉しい話でね、あのドラマの主題歌っぽくて好きですね。ドラマの主題歌になってもらったら嬉しいですね。ビルボードで歌うかどうかちょっと今ね検討中なので、ちょっと待ってください。ということで、それではまた来週も日本とハワイ、その前にあれがありますもんね、28日待ってますよ。小柳ゆき I'm fine area、 お相手は小柳ゆきでした。バイバイ&マハロー。